阿蘇海は、京都府宮津市、与佐郡与佐野町にまたがる、天の橋立によって、日本海の宮津湾から仕切られてできた内海。面積500ヘクタール、最深部14メートル。湾尾には、野田川が流入。外目の宮津湾とは、天の橋立の南側にある、門ンジュ霧土と、門ン水道でのみつながる。阿蘇海は、塩分濃度が、外海の2、3程度で、 宮津湾などの外海の魚の産卵場となっている。阿蘇海は中央に、くびれのある形をし、大まかに中央から、東部の海流は右回り、西部の海流は左回りを示す。東岸である天橋立のサスの先端域が、唯一の宮津湾への水の出口であり、満潮時には、海水が入り込む。阿蘇海の水産業は、北部岸の溝尻地区にある。 ここでのイワシは、金るイワシとして、油の乗った名産とされている。現状アッソ海は、昔から栄養に富んだ海であり、石湖であるせいで、天の橋立ての風光明美さとは裏腹に、江戸期や戦後直後の時期にも、大きな水質悪化の問題が起きている場所である。高度成長と環境意識の高まりにつれ、 その汚染が、より注目されるようになった。2000年代も天の橋立てを挟む宮津湾では、水質を抱く地に改善がない。阿蘇海、宮津湾を含む若狭湾域での窒素、林排水基準の規制のある海域の中では、海から採用的な地形にあり、不栄養化と有機汚濁が最も深刻である。 アソカイは1980年代後半から1990年代中頃にかけて COD 値は低下傾向にあったが以後上昇し2002.2003年に一時低下を見せた以外2000年代中頃には1980年代以上の水準となってなお上昇傾向にある。これは若狭湾の他に丹後半島の北と西にも 同じ傾向が見られる。その外の宮津湾、若狭湾では、全員輪については1991から2008年まで、大抵の年で、環境基準を超えて、変化の傾向は見られないが、全窒素は微妙な改善傾向も見られる。阿蘇海の全輪が、宮津湾に影響を与えていると見るのは当然ながら、阿蘇海の数値が、同じの年でも宮津湾の数値が近年、 上がってきているというデータもある。原因原因として一つはそこに溜まったヘドロや寒流による循環の悪いことが指摘されている。火器は表面の暖かい水と水中の冷水が混ざり合わない温度断層ができ、多くの海底部分が貧酸素化する。次に、阿蘇海に流入する野田川の水質の問題が指摘されている。 野田川の汚染の原因として、山林の栄養を含んだ水や、土砂の流出、流入、農地からの農薬や肥料、生活雑排水、などが挙げられている。河原には、冷度の体積が大きく見られることが少なくない。対策と、高価野田川流域の下水道整備は1990年代前期から、進められていて、接続個数は2008年で流域の全体の、 約半分に達するものの、野田川の BOD 値は低下しているわけではなく、また2000年代の都市変動の中で、COD 最低記録を更新した年もなく、前述のように、同期間の阿蘇海では COD が上昇し続け、全臨全窒素も改善がない。下水道路は、宮津湾、野田川流域が一体であり、放流先は、宮津湾の中ほどにある。 宮津市は1984年度から事業が始められ、2008年の接続個数と合併上仮層の和は、宮津市全体の約半分に達する。しかし、宮津湾域の水質の現状は前述のようである。阿蘇海の底に溜まったヘドロについては、生物が生息可能な水深とされる6メートル以西の海底部を砂で覆う複鎖事業が行われ、 1993年度から始まり2009年度で半分以上を完了している。年変動はあるものの2003年度から2006年度には定性生物の種類数が事業開始から3倍以上になっているのでそれなりの効果を上げているとされる。対策は歴史的に見ると天の橋立の北部の付け根近くの陸地に運河を掘るという案が 江戸期から昭和まで何度か提案されているが、その都度廃案になっている。阿蘇海の岸辺を取り巻く海岸は、天の橋立を除いても大半が、宮津市に属する。一方流入する川の水は大部分が野田川による。野田川とその流域は、与佐野町に属するが、与佐野町の誕生は2006年であり、それ以前に、 阿蘇海に面していたのは川口近くの旧岩滝町であった。ありがとうございます。